して、スタジオには素敵なゲストをお招きしております。平賀美月さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。はい、よろしくお願いします。まずですね、はい、じゃ早速なんですけど、ボルフラムに最初に、お会いした時の印象。うん、印象。はい、ありますか。そうですね、まずは原作の方を読ませていただいたんですけども、はい、もう読んで字のごとく、わがままプリンス、略してわがままプーと、それ以外にもう何も言うことはないなっていう感じなんですけども、本当に、はい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 、本当にわがままで、うん、でもきっとね、こんなわがままでもみんなが許してるんで、すごい許されてるんで、うん、甘やかされて育ってるんだろうなっていうのは、ね、でもなんかわがままだけど、うん、ちょっと言い換えなんかあれすると、うん、すっごい素直で可愛いですよね。そうなんです、自分の感情にね、あんまりこう言えないけど、ホログラムは常にもうなんか、もうなんでだとか、自分の気持ちを常に言ってますもんね、うん、そうなんです、だから無知に秘めないで全部外に出してるからもう多分ストレスなんて全然ないんじゃないかっていう。そうですよね、肩こりなんてしなそうですよね。しなさそうですね、こんなのつけなくていいって感じですね本当ね、はい、実際声当ててみていかがでした。もうね、印象あんま変わらないんですよね。だから本当にわがままだし、キャン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 言ってるしっていうんで、はい、イメージとしてはスピッツっているじゃないですか、うんうん、はい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 、もうひたすらキャンキャン高い声で、でもやっぱりちょっと可愛いみたいな続いてですね、質問をお願いします。はい、山形県の、穂積彩奈さんからいただきました。ありがとうございます。今日から魔王には美男子ばかり登場しますが、さやかさんが恋人にしたいキャラは誰ですか。恋人にしたいキャラ、はい、もうそれはもちろんコンラッドでしょ。お、ね、なぜですか。いい男じゃないですか。優しいしね。もうすんごい温かく、もう何があっても温かく見守ってくれるわ、うんうんうん、守ってくれるわ、うんうんうん。いたら便利ですよ、こういう人。でもコンラッドはかっこいいと思います。かっこいいですよ。うん、本当に。見ててね、いいなと思いますよ。うん、で、ではですね、次、うん。友達になりたいキャラも教えてくださいってあります。友達ですか。友達だとね、やっぱりユーリーじゃないかなと思うんですよね。すごい楽しそうじゃないですか。ボルグラムは嫌ですね。なんでですか。わがままですよ、なんかどっか行ったらこっちに行かなきゃ嫌だとか、うんうんうん、そういうの散々言うわけですよきっと、うんうんうん、やつは、うんうんうん、だからきっとね、ボルフラムは厄介だと思うんで、遠くから見てるだけの方がいいな、うん、で有利だったらあれですよね、なんか自分が何かあった時に、うん、こう守ってくれそうな正義がありますよね。そう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 、そういう正義感あるし、うん、多分すごく友情とかに熱いやつっていう感じがあるんで、うんうんうん、分かりました、ええということですよそれでは続いての質問、はさなつみさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。今日から魔王で一番印象に残っているセリフは何ですか。割とね、印象というか、みんなのこう心にちょっと残るなって思うのは、うん、いびきとかそういうところですよねセリフじゃない。もうすごい可愛いじゃないですか、はい、例えば顔は可愛いし、美少年ですよ、うん、なのに、うん、いびきを、すごいいびきを書くっていうのが、うん、原作の方で、はい、ググピっていう表記がされてるんですよ。だけどそれをどう表現しようってすごい考えてて、うん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 、だからとにかくじゃあ派手にいびきを書こうと思って、でもガーッとやっちゃったんですけど、うん、それどうだろうなって、反応とか全然わかんないじゃないですか、例えば。だから可愛く映ってればいいなと、うん、でもちょっといびきのシーンとかすごいと思いますけど、私すごい気になるのは、砂利。あはいはいはい、砂利は原作に砂利って、原作通りで、砂が口に入ってて、はい、言葉尻が砂利ってなっちゃうっていう形だったと思うんですけど、はい、あれを音にするときどうしようってやっぱ悩んだんですよね、うん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 、で、どうしようかなと思っていたところ、やっぱ音響さんだったり監督さんだったりとかが、はい、点々を全部、はい、セリフに全部点々をつけて喋ってみようみたいな感じだったんで、うん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 、そうすればなんか口にジャリジャリしてる感じが出るんじゃないかみたいでやってああいう形になったんですけど、なるほど、そのですね、いかがなんでしょう。シーンがですね、あります、ね。あるんですか。ちょっと砂利、ちょっと見てみましょうか。はい、どうぞ。どうぞ。そんなに落ち込まなくても。なぜ僕が落ち込まなくてはならないんじゃね。
まず砂を吐き出せよ。うるさいじゃり。お前なんかにわからないじゃり。今頃ユリは兄上だ、兄上だ。陛下とグエンダルな。兄上はあの通り可愛いもの好きで、ユリは自覚のない上着者じゃり。町が見えます。俺が様子を見てくる。僕も行くじゃり。俺と一緒に？珍しいな。ユリは僕の婚約者じゃり。お前に任せてはおけないじゃり。という感じでしたけれども、もうね、はい、ほんとこんなんだったんですね。どうなんでしょう、ほんとドキドキですね。でも可愛いですね。そうですか。あのコンラとの冷静な、あの早く砂利を、ね、吐き出しなさいみたいな。全然コンラとが全然ね、あの取り合ってないところがね、いいですよね。